国民革新党は地理の自由主義保守政党、国家改革党と表記される場合もある。国際民主同盟加盟政党。1987年、翌1988年に予定されていたアウグスト・ピノチェと軍事政権の任期延長をめぐる国民投票を前に結成された。党員にはピノチェと時代以前の国民党、旧新民主党、 キリスト教民主党などのメンバーのうち、ピノチェト軍事政権に協力的だったものが結集したが、後に大統領になるセバスティアン・ピニエラがピノチェトに不信任票を投じるなど、実際には軍事政権からやや距離を置いていた。そのため、強硬なピノチェト支持派は、独立民主連合を政党登録して離党している。国民投票の結果、 ピノチェとの退陣が決まると、1989年に行われた民主化後初めての大統領選挙で、独立民主連合と保守政党連合の民主主義と進歩に解消を結成して臨んだが破れ、野党となった。その後も1993年、1999年、2005年と続けて中道左派政党連合のコンセルタシオンデモクラシアに破れた。 2009年の大統領選挙では、政党連合を、チリ第一党などに拡大して、変革のための同盟を組みセバスティアン・ピニエラを、大統領とした。現在も、実質的には、ピニエラが、党の指導者だが、党の規定に従って離党している。なお、ピニエラ政権の最大与党は、国民革新党ではなく、連立政権を組む独立民主連合である。 セバスティアン・ピニエライ・チェニケ大統領略歴外務省。ありがとうございます。